校中の皆様、こんにちは。こんにちは。私、渋谷区議選に立候補中の最年少新人候補の橋本由紀と申します。よろしくお願いします。この初台のこの緑道の目の前でお話をするのはもう何回目でしょうかね。選挙が始まって5回目とかかなりの数をここへお話をさせていただいて、まあ、毎回同じようなお話をするのもあれですので、 ありがとうございます。ありがとうございます。今日は私が政治を志した、政治の世界に飛び込もうと決意をした、ありがとうございます。本席は資本はこの辺、資本は初代です。よろしくお願いします。温かいご支援ありがとうございます。ありがとうございます。そのきっかけの話をしたいと思います。私はずっと17の頃からアイドル活動をしてきました。アイドルというのは華やかな世界ではなく、汗を流して涙を流して時には血も流して、一人一人のファンの人と手を取って、その人の声を聞いて、どうしたらその人が喜んでくれるか、こんにちは、楽しんでくれるか、その人の感動させられるような心を揺さぶられるような体験をさせてあげられるか、どうしたらよし明日も頑張ろうと思って帰ってもらえるか、そんなことを考えながら過ごす9年間でした。そのために全ての青春を捧げてきました。そんな私だからこそ、誰かのパワーになったり明日も頑張ろうと思えるような力になりたいと、そう思ってアイドルという立場から活動しておりました。政治の勉強を始めたのは大学卒業後からです。大学卒業後、ちゃんと自分の意見を、いろんな政治や社会問題について自分の考えを責任を持って発信できるようになりたいと思い、政治塾に身を投じてアイドルと両立をしながら政治の勉強を3年間続けてきました。お願いします。こんにちは。私も最初は政治に興味がなくて、きっとほとんどの私と同世代の人は政治に興味がなくて、選挙にも行ったことがなくて、選挙に行ってもどうせ変わらないと。ありがとうございます。ありがとうございます。温かいご支援ありがとうございます。そう思ってる人が多いんじゃないでしょうか。ありがとうございます。政治は本当は一部の人が遠い遠いところで勝手にやってるものじゃなくて、みんなで進めていくものです。私たちみんなで、自分一人ではできないことをみんなでなら一番いいと思うものを考え合って、アイデアを出し合って一番いいと思うものを決めて実現していく、一人一人の生活やこれからの未来がもっと豊かに、もっとワクワクするものに、安心できるものになるように変えていく、そういうものだと思うんです。橋本由紀です。今は遠く遠く離れてしまった政治ですが、私ならアイドルというちょっと親しみやすいフィルターを通してなら政治を身近にできると思い、政治塾に通いながらコメンテーターをしたり本を出版したり、いろんな方法で政治を身近にするという、そういう活動をしてきました。そんな時のことです。ちょうど今から1年ぐらい前のこと、私が所属しているアイドルグループの仮面女子のメンバーであるとある女の子が、強い風が吹いている時に大きな塀の倒れてきた大きな看板の下敷きになって、突然
これから先ずっと車椅子の生活になってしまうということになりました。昨日まで一緒にステージで踊っていた仲間が突然偶然本当にそんなことが起きるのかと信じられないようなことでしたが、ありがとうございます。ありがとうございます。こんにちは。突然その頃運命が変わってしまった時に、私は何もしてあげられませんでした。ですがその子は自分の意思で、自分の強い気持ちでグループを辞めることなく、今も車椅子に乗ってもなお一緒にステージに立ってくれています。ありがとうございます。ありがとうございます。温かいご支援ありがとうございます。私はその彼女の姿にとても勇気づけられました。それと同時に、彼女みたいな強い気持ちがなくて自分にはもうダメかもしれないと、明日は頑張れないかもしれないと思ってしまうような人も、明日も頑張ろうと思えるような街づくりを、そうやって人の未来を照らしていけるような、そんな活動がしたいと心を底から思いました。だから私はまだ26歳で早すぎると言われるかもしれないけれど、この街づくりという一番身近な政治を通して、こんにちは、頑張れ、頑張れ、ありがとう、無理ほら、よかったよ、よかったよ、かわいらしいご支援ありがとうございます。ありがとう、気をつけて帰ってね。だから私はどんな人でも、たとえどんなが明日が待っていたとしても、明日どんな風になっちゃったとしても、諦めずに何でもやりたいことは挑戦しようと思えるような社会、楽しいことがあってワクワクできたり笑い合える社会、明日も頑張ろうと思える社会、そんな社会を日本に作るために今こうしてここに立っています。渋谷区政というのは、区政というのは私たちにとって一番身近な政治で、こんにちは、変わった時に一番変わったなと実感できる政治だと思うんです。私はこの区政というところから、そしていろんなものが集まって、若い人が集まって、どん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 新しい時代を、最先端を走っていくようなこの渋谷区から、政治を身近に取り戻して、私たち一人一人の力で、自分たちのこれからを、これからどんな時代が来るかわからないけれど、これからはもっと豊かに、もっと希望があるような未来を作っていくために、特に私たちの世代は責任を持って、ありがとうございます。本人です。よろしくお願いします。頑張ります。ありがとうございます。ご支援ありがとうございます。これからいろんな人を、子供たちを、上の世代の人たちを支えていかなきゃいけない、私たちこそ責任を持って、そろそろ真面目に考えて政治に参加をしていきたい。誰だって手を挙げて、偉くなくたって、権力がなくたって、大きな組織や団体が後ろについていなくたって、その情熱と思いと動ける体力と、ありがとうございます。温かいご支援ありがとうございます。下田ゆうきです。誰だって皆さんが持っている一人一人の力に支えられて政治のステージに立てる、そういう政治の姿を作っていきたい。政治をもっと身近にしたいです。こんにちは。渋谷区は違いを力に変える街というビジョンを掲げています。一人一人違って、一人一人輝ける場所があって、一人一人やりたいことがあって、一人一人挑戦したいことがあって、素晴らしいビジョンです。それを認め合って。ですが渋谷区は、現在の渋谷区には20代30代の議員は一人もいません。渋谷区はすごく恵まれている区だと思うんです。皆さん自分の生活に満足しているかもしれません。でももっと面白くなれるんです。もっと豊かになれるし、もっと一人一人が輝ける、そんな街になれると私は思っています。本当に
違いを力に変えていけるような、そんな町渋谷区にするためにも、どうか渋谷区の政治から、この場所から新しい政治の姿を。ありがとうございます。ありがとうございます。江上候補のご検討をお祈りしております。ありがとうございます。この場所から新しいけれど当たり前のみんなで作る政治の姿を始めていきたいです。ありがとうございます。今はこうやって私みたいな子が駅に立って演説をしているのはおかしな光景かもしれません。不思議な光景かもしれません。だけどいつかこんな光景が当たり前になるような、誰だってみんなの力で政治に参加をしていけるような社会を作っていきたい。今こうして黄色いジャンパーを着て一緒に活動してくれているボランティアの方たちも、純粋に私のことを応援したいと思ってくださる大切な仲間です。私はこうした一人一人の思いや、これまで政治活動を通じて出会った一人一人の声、思い、すべてを背負って渋谷区政に飛び込みます。私にはしがらみがありません。策がありません。どこまでも自由に走っていって、こんにちは、心の底から正しいと思えることをして、誰もがおかしいと思うことにはおかしいと声を上げる、こんにちは、それがニュージェネレーションの政治家の橋本由紀です。どうか皆様、これからの渋谷区の未来を、ワクワクできるような未来を実現したいと、若い力を信じたいと思ってくださるのならば、そろそろ変わらなきゃいけないと本当は心の底のどこかで思っているのならば、ありがとうございます。本人です。よろしくお願いします。頑張ります。温かいご支援ありがとうございます。こんにちは。明日の投票日には橋本由紀と書いていただければ、私はその思いを、その一票を全力で、全力で結果に変えていきます。体は小さいけれど大きな一歩を踏み出してみせます。どうか皆様、私に力を貸してください。選挙に行っても何も変わらないんじゃないんです。政治家なんて誰を選んだって変わらないんじゃないんです。一票では何も変わらないんじゃないんです。一票でしか、みんなが選ぶという、みんなが選択するということでしか変えられないんです。もうすぐ新しい元号になって、私が生まれ育った平成も終わります。これからどんな時代が来るか想像もつかないけれど、もっと豊かに、もっと希望のあふれる、そんな時代にしていきたい。だからこそこれからの政治に投資してください。橋本由紀にあなたの一票を託してください。それでは長らくこちらのご当地ご一角をお借りいたしましてお話をさせていただきました。大変ご迷惑をおかけいたしました。私の思いが届いたならば、ぜひ明日は選挙に行ってください。それでは以上、橋本由紀でした。